こう、まあ、世界大会とか、まあ、全日本選手権とか、まあ、大きい大会のことですよね。そう、大切な大会っていうことを、まずは全日本とか世界大会はとても大切だと思うんですが、まあ、どの大会に、どんな大きな大会でも、どんな小さな大会でも、もう1年間通してやることは全て一緒です。なんでこう別に大切な大会だからといって、特別なことをやるわけでもなく、やっぱこうどんな小さい大会でもそれに合わせた、最高の準備をして、試合に臨むようにやってます。以上です。試合前の練習は、めちゃめちゃ楽な練習します。試合で、疲れた状態で試合をしてしまうのはあまりよろしくないので、なるべく疲れを残さないように、疲れを少しずつ少しずつ取っていくように練習を、強度をどん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 落としていきますね。日頃の練習が2時間やるんだったら、試合前は30分、20分ってどん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 短くしていって疲れを残さないようにします。でもそこで難しいのが、短い練習をするからダラーンってなってしまうと試合に響いてしまうので、短い時間の中でこう気持ち的にはピンと気合が入るように自分の中で自分を盛り上げて、10分なら10分、メンチ1本でもいいから本気で打つとか、そういう気持ち的な部分はいつもの練習の何倍も持って、でも練習の強度は落として、そうすると試合の時に体の疲れは取れてるけど気持ちは試合に向かって盛り上がってるっていう状況になるので、私はそういう風に試合前は過ごします。ありがとうございました。はい、それでは、お話の方は、ここまでにしたいと思います。それではですね、皆さんに、終戦の用紙を出していただきます。